はい、こんにちは、梅です。どうも。今日ね、北斎に来てるんですけども、ちょっと入り口のビデオを撮るのをちょっと忘れてしまいまして、入り口ないんですけど、はい、今日は北斎に来てます。北斎で和食を食べてみたいと思います。北斎はね、何度か俺来てるんだけど、いつも迷うんだよね。でね、ご飯のおかわりができるので、この丼とかよりかは普通の定食っぽい方がいいんだよね。そうすると、このどうでしょうかな、豚肉と焼き餅のきつね御膳、ちらし丼、天ぷら膳、ロースカツ、サーロインステーキ重と。でね、やっぱ普通にご飯バクバクおかわりするんだったらロースカツなんだけど、ちょっとこれ普通すぎるよね。なので、せっかく北斎だからとも思うんだが、はい、こちらの期間限定の松花堂弁当、まあ松花堂膳ですよね。こちらちょっと高いんですけど、これもおかわりできるそうです。ただし1杯目はこのあんかけご飯なんですけど、2回目からは白いご飯になると。でね、かつこの弁当ね、あさってで終わりなんですよね。もうだからこの動画を紹介する頃には別のメニューに変わってるんですよね。だからね、これ見て、あ、うまそうと思っても、残念ながら皆さん食べに行けない。ただ自分のこのデータベース、自分の中でこれ食べたぞという証拠として残しておきたいのと、ギリギリ駆け込みで間に合ってるという点では非常にこれを食べたい。なので今日はこの松花堂膳にしようと思います。はい、来ましたよ、松花堂膳。すごいボリュームだね。ちょっと高いんだけど、おかずいっぱいだから楽しみです。じゃあ順番説明しますよ。まず水菜としめじのおひたし、これだね。はい、水菜としめじのおひたしです。そして岩豆腐とエビとイクラ添え、あ、これですね、岩豆腐、イクラ添え。そして豚肉と里芋のみぞれあんかけ、おお、これですね。はい、豚肉、里芋のみぞれあんかけ。そして天ぷら盛り合わせがこちらになります。盛り合わせはですね、エビ、ナス、しいたけ、インゲン、さつまいもだそうですね。そしてカニと卵のあんかけご飯、これかな、ちょっと見てみようか。おお、これだ、めっちゃうまそうだなこれ。そしてはい、味噌汁になりますね。味噌汁は合わせですね、赤白、うん、合わせ味噌になります。はい、そして酢の物、おしんこと、はい、デザートが黒蜜ゼリーになりますね。これは楽しみですね。早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。まずは、あー、いやー、もう味噌汁からしてうまいね。早速ですね、このあんかけご飯いってみようか。まずね、味が薄そうだけど、いただきます。おー、おいしいね。卵がわふわですね。で、カニの風味がプーンときて、これね、おかずなしでこのままいけますね。めっちゃおいしい。さっぱりめの天津飯って感じです。水菜としめじのおひたしです。いきます。さっぱりして軽く酸っぱいですね。歯ごたえがあってシャクシャクしてますね。ひんやり冷えてて美味しいです。岩豆腐のイクラエビ添えいってみます。じゃあこの、はい、イクラと豆腐同時にいきます。岩豆腐が美味しいね。歯ごたえがあって、やっぱね、普通の豆腐と違うね。絹ごし麺ごしってあるじゃん、豆腐って麺だね。麺でこしたような食感で、でさっぱりした味のタレがついてて美味しいです。じゃあ次はみぞれあんかけいきますね。豚肉はこれ角煮だね。すごいな、角煮とあんと。じゃあ両方いきますね。いただきます。あんはね、あの中華丼になるようなあんですね。で、味はさっぱりめ。このあんが美味しいね。片栗粉の風味というのかな、中華ではないんですが和風の味がしますね。じゃあ豚肉と里芋両方一緒にいきます。
美味しい。豚肉もゴロッと塊で入ってるんで美味しいですね。これちょっとね、出身が岐阜なのでちょっと濃い味が好きなんで、全体的にさっぱりしてますね。でもさっぱりの方がヘルシーで体にいいので、さっぱりでも全然いいと思います。天ぷらいきます。これ天つゆだよね。天つゆがあったんで天つゆにつけていただきます。じゃあまずは椎茸からいきますね。はい、椎茸です。衣がサクサクで、この下の和紙にね油が染みてるので、ちゃんとこれ注文してから揚げてるね。男は分かると思うけど、立ち食いそば屋さんとかってさ、天ぷらの具ってなんかずっとさ揚げたりやつ置いてあるじゃん。そうじゃなくて、あの今揚げたばっかりの衣がシャキシャキしてるんでいいですね。揚げたての食感が味わえます。これは美味しい。天ぷらがめっちゃ美味しい。天ぷらメインでエビいきます。エビもプリプリって美味しいね。あと天ぷらなんですけど、さつまいもの天ぷらはねミッキーの形してますね。凝ってるね。凝ってますね。いきます。はい、今ですねおかわり持ってくれたキャストさんが俺の YouTube を見たことがあるって言われてドキッとしてやばっと思ったけど、でもねすごい良かったですよとか言ってくれてすごい良かったです。あーびっくりした。安心しました。まあでもね、まずいものはまずいって俺言っちゃいますけども、美味しいものはとことん美味しいっていいので。でもねこの松花堂膳は本当美味しいね。具がいっぱいあるんで本当美味しいです。よかった。でもちょっとほっとした今。めっちゃビビった。おひたし美味しいな。おひたしがすっごいさっぱりして美味しいですよ。はい、デザート以外完食しました。美味しかったです。じゃあデザートいきましょうかね。はい、じゃあこちらのデザート行ってみたいと思います。はい、こちらですね、今の松花堂膳がですねデザート高になったのでデザートだけ取り出してもらって、で食後のコーヒーとまとめてこのようにですねテーブル作り直してもらいました。さすがですね、言うとねちゃんとこうやって用意してくれるんで、これはこれでなんかいいですよね。和スイーツの感じがしてすごく見た目がいい感じです。この松花堂膳からのコーヒーいいですね。じゃあ早速デザートとコーヒーをいただきたいと思います。はい、じゃあいただきます。じゃあデザートいってみるよ。黒蜜ゼリーって書いてあったね。どうだろうな。はい、こちらねゼリーいただきます。コーヒーゼリーに近いね。なんだがコーヒーではない。ハロウィンの時にやってたC のさリバティランディングダイナー のクルエラをイメージしたコーヒーゼリーだっけ、なんだっけ、違う、クルエラをイメージした黒蜜ゼリーか、あれだね。あれがこうちゃんと器に入って提供されてる感じかな。まあ同じではないんだがあれに近いです。はい、黒蜜とコーヒー、あーいいね。この至福の時間だ、たまらんな。はい、デザートも完食しました。うまかった。はい、こちらすべて完食しました。松花堂膳大変美味しかったです。やっぱねボリュームだよね。ボリュームとねおかずの多さ、まあねさすが松花堂膳っていうだけあってさ、おかずがだって 1,2,4品でしょ。おかず4品でさ、でデザートもついて、でご飯おかわり自由でしょ。ご飯も初め1杯目はカニと卵のあんかけ、まあ、実質これもうカニ玉ですよね。1杯目カニ玉膳、いやー美味しかった。ボリュームいっぱいで、あと味のバラエティ感もいいですね。飽きないですね。こう4つあるので4つ交互にこう食べていけば飽きないので、味の起伏に飛んですごく良かったです。でおかわり自由なので、俺結局ご飯トータル3杯食べられたんで、この腹減ってる人も絶対いいですね。
ちょっとね、2500円っていうのがちょっと高いのがネックですけども、その値段に似合うですねボリュームと味はしてると思いますのでおすすめです。残念ながらね、これ実はこれ食べてる翌日ぐらいでこれこの初夏当然終わっちゃうんですけどもね。まあね、北斎はね、あのメニュー春夏秋冬でメニュー変わるんだけど、このなんちゃら膳っていうやつは大体このクオリティを保ってるので、次のこのねシーズンのなんちゃら膳ってやつもね非常に楽しみにしてます。はい、以上北斎の松花堂膳の紹介でした。じゃあね、バイバーイ。